いや、これからだから今の炎上交際の姉ちゃんが大人なら、もう楽になるぞ、あの主婦売春は。このまま上がってくだけだもん。主婦売春は。もう飽きちゃったんだよ。普通の主婦になっちゃうんじゃないのかな。それとも今言う通り、ならなくて楽になっちゃう。初め普通の主婦なんですよ。ところが、これがこう経済的にちょっとやばくなると簡単にあの前の方法知ってるわけだから、じゃあって言ってあのテレクラだよな、あのどう TBS のちょっと知ってるやつが実験的にテレクラやったんだけど、みんな2万円で一つもバンバン来たって。そう、やっぱ1万円。なんで売春悪いの？法的には悪いですよ。法的には悪いですよね。なんでいけない？いけないって理由がない限り向こう説得できないよ。ねえ。なんで悪いのかな？女子高生も絶対。いや、なんとも。売春って言うけど、女房は長期売春ですから、長期売春が確立した時に短期売春が生まれるのが当たり前の話なんでね。で、その売春を、俺はなんでいけないかと思うとね、女がね、男をあんまり知っちゃうとね、男が恐怖になってね、それでエレクトしなくなっちゃうだろうと思ってたの。ね、でそれが今言った通り、男がそのプライドさっき言ったように捨てちゃって、うん、どうぞお姉さんお願いします、うん、その代わり僕あの一生懸命強制剤飲むからできる時だけやりますからっていいわよっていうところになれば、うん、別にその女が売春したことに対するむしろかえって、キャリアを積んでくるからこっちも楽になれるんじゃないかということになってしまう。だから最初の話は売春をするといけないという部分があったわけですよ、現にそのマイナス面が、はいはい、この場合は金銭と言っていたろうな、うん、はいはい、まあ、プライドもある、まあ、金銭だろうな、ここで売春してるといいところ嫁に行けないとか、プライド、俺はあのそういうあらゆることはあの上の方の社会の管理システムだけだと思うね、うん、管理できなくなる可能性があるんで、うん、それ覚醒剤でも禁止してこないと自分たちが抑えられなくなってくるって一般の人たちに対して上から見下してる人たちの感覚だと思うよ。うん、と思うね。みんながわってたらそれ革命だと思うよ。全員があの会っていくらっつってやりだして、うん、みんな覚醒剤って言ったら国に対する革命だからとんでもないあれひっくり返ってしまうんで、それを徹底的に抑えなきゃいけないと思ってるんだよな。他に理由を考えらんねえんだよな。